米国20歳大学生自宅間違え撃たれて死亡。米国では訪問先を間違えて銃撃される事件が続いている。今回の事件は26日に発生。警察によると午前2時前に強盗の通報があった。警察官が駆けつけると上半身に銃創がある学生が民家の玄関前で死亡していた。米国では28州で自宅などへの侵入者から身を守るために個人が殺傷力を行使する権利を認めている。警察は誰が発砲したのかは明らかにしていないとのことです。これは仕方ない。アメリカなら普通の出来事。午前2時に自宅間違えるとか死んで詫びろ。みんな知らない人訪ねてきた時点で暴行銃殺チャンスってワクワクしてるんだろうな。これに似た案件でハロウィンで殺された子供いたよね。トリックオアトリート、アーン。日本が銃社会だったら NHK 出勤人の屍で山ができそう。これは正当防衛。昔ハロウィンでフリーズをプリーズって聞き間違えて射殺された日本人おったよね。フリーズフリーズミー。